栗林の腰の張り、侍ジャパントレーナーの手術が原因だった。手術を行ったのは2003年のアテネ五輪アジア予選から代表チームに参加し、WBC では第1回大会から選手のケアを担当するヘッドトレーナーだった。もちろん帯同している12球団のトレーナーとの情報交換は密に行われ、これまでは手術で特に大きな問題が出たこともなかった。しかしその一方でこのヘッドトレーナーの手術はマッサージはさする感じで弱いが、ストレッチになると急に圧を強くかけるようになるという選手間の評判もあり、一部の球団では参加した選手に気をつけるようにと事前に注意喚起していたという球団関係者の証言も聞いた。そして栗林が腰の張りを訴えたのは、まさにその圧が強くなるストレッチの最中だったという。もちろん広島球団は怪我をした経緯が経緯なだけに、NPB に対して厳重に抗議。同時に他球団とも情報を共有しており、今回の取材では複数の球団の幹部も事実関係を認めた上で、今後トレーナーの問題は3年後の第6回大会の最重要課題の一つだと思うと語っている。このヘッドトレーナーにも WBC 期間中の栗林の怪我について事実関係の確認と自身の認識、また今後のトレーナーのケア体制に対する意見を文書で質問したが、回答期日までに返事はなかった。これマジなら結構やばいな。いやこいつ首にすれば終わる話やろ。何を課題にしとんねん。別にこいつだけ首にしたら万事解決じゃないやろ。直接的に実名出してないってだけでほぼ名指しみたいなもんだし、ガチっぽいな。広島球団が抗議したって断言してるし、ガチなんかこれ。人押すとか現代かと思ったらナンバーなのか。これのせいで4敗してんの、笑えなくて草。まあ確実に首やろ、据え置きなら広島は確実に派遣拒否するし、他の球団も続く可能性ある。期日までに回答はなかったって、だんまりの時点でこいつやらかした、自覚あって逃げる気満々の黒じゃん。つかこれマジなら、このトレーナー広島ファン許せないやろ、チームの勝敗もだが、栗林のキャリアにも泥塗った役出しびいきじゃない、俺でも腹立たしいわ。ちょっとこれは大問題にしなきゃいけないこと。ナンバーなら真実味ある、